告白とかそのされたことないしな。楽しみだな。いやー、我が輩もうできちゃうなこれ。早くない？ラッちゃん早いんだけども。もう告白慣れしている。あ、ちょっとそれやめてくださいよ。印象操作やめてください。そんなことない。これちょっと大丈夫かな。大丈夫かな。心配になるかな。僕は気づいていたよ。あ、君のこの星。あ、尻尾の。失いたくないんだ。君の美しい穴。結婚しよう。誰って何言ってんの。どこから来た。どこから。一度困惑なんですけど。どういうこと。君はエンジェル。エンジェル。僕が毎日夜ご飯になったとしてもフィアンセ。ん、結婚しよう。何言ってんの。この日本語不自由なっちゃう。ラプちゃんがじゃあ夜ご飯になってくれるってこと。そう。どんな餓死しそうな状況になったとして。あ、なるほど。我輩は吹雪さんに食べられてもいい。あ、そういうのぐらい愛してる。吹雪は雑食だからいけるよね。まあ、食べることはないと思うんだけども。あの日見た、うん、君の体愛してるしたいんだ。え、ちょっと待って。おしとやかな君と。ちょっと待って下ネタじゃねえかよ。体見当てかあるけども、なんか全部みんな体に関することばっかり。あ、確かに。我が輩だけそういう意味じゃないもん。一番グッときたプロポーズはなんだぞ。それでもいい。ふぶきさんに都合のいいように使われてもいい。それでもいい。ちなみに、じゃあ一番ダメだったプロポーズは、みよかな。おい、アナイカ来た。アナイカ。美しいアナイカ。言い方やめてくださいよ。まだね、マリンちゃんはちょっとね、星に触れてくれてたのが、ちょうどあれだったけど、完全にみよはもう体目当てだ。体目当てだったかも。体目当てすぎた。本性表したね。プロポーズになるのかな。プロポーズ待ちだ。はい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 。いやこれちょろいですよ。みゆ先輩レターで組むから、うん、愛の言葉なんてね、長く考えたって意味ないんすよ。確かにそれはそうかもしれない。だって我が輩はいつもみゆさんのことを考えてるから。え、そうだったの。そんなことは初耳なんだけど。僕は君だけいつも見てるよ。君を飼うのが夢なんです。大切にするよ。犬だと思ってる。結婚しよう。ペットのポジやこれ。あ、ちょっと犬だこれ。出しちゃうと。いやいやいや、そんなのが最高かな果たして。なんだ、あなた。いいよね、マリンはちゃんとミオメタデッキを組んできましたよ。君だけの僕から溢れる愛してる。結婚しよう。これ字余り。やばい、やばい。俳句じゃん。さあ、ご質問で決めましたよ。ミオ先輩嬉しいでしょ。でもちょっと結婚しようは字余り多すぎない。いや、あれは勝手についてきた語尾。語尾、あれ語尾。知ってるかい？知ってるかい？今も、そしてこれからも、僕は君の運命。鬼激しく愛してるよ、受け取ってほしい。鬼激しく結婚しよう。え、でもちょっと、うちは吹雪かもしれん。えぇ、なんで君を出たじゃん。そんなこと。それ忖度でしょう、ちょっと。やっとね。日頃の絆でしょうが。やっと、これ理由はなんでですか？ラプちゃんはうちのことをペットとして見ている。いや、いいじゃないですか。よくない、よくないぞ。え、船長はだって五七五で綺麗にまとめてきましたよ。ちょっとさっぱりしすぎてたかな。なるほどね。五七五にするためにこんなにさっぱり全部捨てたのに、デッキを。